はい、どうもタンタンです。今日またこちらもハワイ買い付け品、こちらご紹介したいと思います。こちらね、ケリーですね。なかなか最近流通がこう安定していない印象のあるケリーですけれども、こちら、ソプラノサイズの、オールコアモデルという形になっておりますが、ラベルがねすごいシンプルな、こう銀色のラベルついてまして、結構前のモデルかなと思います。仕様もね、ボディももちろん全部コアで、ネックもコア、そして指板もブリッジもコアという感じのオールコア仕様のソプラノタイプになっておりますね。音もこれ結構軽快というかな、軽やかにすごく鳴ってくれますね。した時に音の分離もカラッとしてるんで、音の分離もすごくいいですし、非常にこうなんて言うんでしょうね、音が軽やかな感じに聞こえてくるかなと思いますね。で、まさにこうカラッとした感じっていう表現がぴったりな音色かなと思いますね。すごく軽やかだし、枯れた雰囲気っていうのともちょっと違うのかなと思うんですけれども、軽やか、音がこう本当にこう跳ねるような軽やかな音で、こうちょっと撫でるような感じでもしっかりと音が出てくれるかなと。箱も十分にやっぱりある程度使われてきてるんじゃないかと思いますけれども、そんなに傷はね正直ないですけれども、ある程度鳴らされてきてるのかなっていう感じのこう箱鳴りの仕方をしてるので、非常にこのまますんなり、またこうメインのウクレレとして活躍してくれるであろう一本じゃないかなと思います。ということで、こちらね、ケリーのウクレレなんですけど、まあソプラノサイズのオールコアモデルですね、こちら、はい、なかなか最近ケリーのウクレレ自体、最近のものにしても昔のものにしても見なくなってきてるかなと思いますけれども、こちら非常におすすめできる一本かと思いますんで、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。